レディー・ガガ・レディー、ガガのディスコグラフィレディー、ガガのディスコグラフィは、アメリカ合衆国のポップ歌手、レディー・ガガがリリースしてきた、音楽作品、関連作品に関する一覧である。彼女のデビューアルバム、ザ・フェームは、ヨーロッパ、カナダ、アイルランド、イギリスなどで1位を獲得し、アメリカでは、アルバムチャートでは2位、トップエレクトロニックアルバムスチャートで1位になった。 アルバムは現在までに世界中で1500万枚以上のセールスを記録している。アルバムからのシングル Just Dance はアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、アイルランド、オランダのシングルチャートで1位を獲得し、2009年のグラミー賞でベストダンスレコーディング賞にノミネートされた。続いてリリースされたポーカーフェイスは世界中のチャートでトップに入り、 ビルボードホット100のダンスチャートで1位になった。アルバムからの3枚目のシングル、A、A は選ばれた市場で発売されて、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデンのチャートでトップ20位内に入った。ラブゲームは、オセアニアとイギリスで4枚目のシングルとしてリリースされ、ヨーロッパと北、アメリカでは3枚目のシングルとしてリリースされた。同曲は2009年7月に、 全米シングルチャートでは5位に、エアプレイチャートでは1位になった。このことから彼女は、デビューアルバムから3曲を、エアプレイ1位に送り込んだ史上3組目のアーティストとなった。ガガは、ニューキッズ、オンザブロック、ブリトニー・スピアーズ、クロード・ケリーといった他のアーティストとも協力した。ラッパー、ワーレイの、ジリンにも参加している。ありがとうございます。